そろそろもう卵を産むようになったから、みんなを同時に出してもいいんじゃないかと思ってね。はい、ココラコライブ。はい、さあみんな、さあみんな、解き放たれるよ、始まるよ、ほら。大きさはほぼ同じになった。うわ、いい動きをするようになったな。そして傾斜は全部みんなに支配されている。カオスになっちゃったよ。でも当初ほど混乱は見られないな。みんなも硬いが大きくなったから、なんかあんまり攻撃しなくなってるし、しかし安全な場所がこうも奪われているかな。まあちょっとしばらくはカオスな感じで頑張ってよ。まだ最初の頃だからな。お姉さんたちも混乱してるな。数が多いとどうも順位をつけるのが大変だからね。まあ全部合わせて50羽以内なら多分問題なく全部の順位がつけられると思うからね。しばらく置いといたら収まるかもしれない。妹さんたちはあんまり掘ってなかったけど、ここ彼らにとっては宝の山みたいだね。そうだよな、妹ちゃんたちの聖域にまでこの姉たちが入るっていうのはな、これなんかしないといけないから。それにしてもな、これ今中入ってるの全員姉なんだけど、こんなにも外、こんなにも掘りたかったんだな、休憩者の方がな。君たちの掘り掘りはそれはそれで貴重だから、今のうちにしっかり掘ってくれたまえ。で、今度妹ちゃんたちの様子はどうだって見ると、妹ちゃんは妹ちゃんでこっちの傾斜に興味津々なんだよな。ほら、やっぱお互いないものねだりなんじゃないの。